赤城温泉郷は、群馬県の赤城山の南北にある温泉の総称である。赤城山の南斜面の中原、群馬県道16号、大御関城線周辺の標高900メートルから700メートル付近に温泉地が点在する。荒戸川沿いには赤城温泉、忠春温泉、か川沿いには滝沢温泉がある。これに赤城高原を加える場合もある。 四温泉地を総称して赤城南麓の宿という場合もある。確かな記録があるものとしては、元禄時代の湯の沢温泉をルーツとし、これが赤城温泉に改称した。他の三温泉は近代以降の開け湯である。国定ただ春や大前田栄五郎にゆかりがあるとされており、特に夏季の農業と冬季の冬至の利用客が多い。また、 赤木山への登山基地としても利用されている。山菜料理や川魚料理が名物とされる。温泉の起源については、様々な伝承があり、不明である。はっきりした資料によるものとしては、前橋藩主の藩主、堺井正による書状に言及がある。この書状は、元禄2年の検知に伴うものと推定されており、苗が、島村地内の温泉地の利用者が増えてきたため湯小屋を、 設営させたとある。この記録では、ゆつぼ1、ゆこや1が確認できるほか、工術の元禄5年の記録では7件のゆつぼがあると、されている。この記録よりも早くから温泉が利用されていたことを示す資料として、元禄5年の三代沢赤木神社による訴状がある。この訴えによると、以前は、温泉は、三代沢赤木神社の診療内とされており、 温泉明神を祀って温泉は神社が管理していたという。入湯客の増加により、新域が荒らされたために一旦温泉を閉鎖したが、状況元年に温泉を再開した。こうした経緯により、三沢赤木神社側は温泉の権利を主張したのだが、現の国年の検知によって、温泉地は苗が島村に属するものと定められているとされ、神社側の主張は知りけられた。 これらとは別に、守護物には、応仁元年の作と、命された守護物が、赤城温泉に伝わる。豊木入彦の命が温泉を発見したとする、伝承がある。また、赤城温泉観光協同組合によると、奈良時代の文献に、赤城山に冷泉あり、傷病の近従集まるという記述があるほか、鎌倉時代末期の武将、日田義貞が利用したとの伝承もある。江戸時代、 前橋藩では、三代沢赤城神社を参詣していた。天保記の記録では、その際に、ゆくみの神事も行っていたと推測されている。原禄記以降の資料からは、温泉を管理する湯森の変遷をうかがい知ることができる。幕末には湯本が2軒になっていたとあり、明治2年の資料では飲食店などがあったことを記録している。さらに、明治10年には、 月量八85個があり、2500人ほどの客があったと、されている。昭和14年には、湯の沢温泉から約2キロメートル下流に、ただ春温泉が開け湯した。関西な山間に数軒の温泉宿が散在し、素朴で、西洋や湯治に向くとされる。赤木温泉。湯出間もない時点では、無色透明だが、空気に触れると酸化して、緑黄色を帯びた濁り湯となる。 江戸時代の湯の沢温泉が解消したのが赤木温泉である。元禄13年創業のあずまを前身とする宿泊施設が数軒ある。荒戸川の谷沿いの標高850メートル前後の位置に2018年現在3軒の宿泊施設が営業している。源泉はボーリングによる地下180メートルに位置する。湯出量は毎分210リットル。 源泉の油温は摂氏44度。古くは鉄鉱泉とされていた。温泉法に基づく泉質は下記の通り。効能としては胃腸病、神経痛、リウマチ、高血圧や外傷、手術後の療養などに効果があるとしている。1904年に、よさの鉄管、高村光太郎らが赤木さんの起路に訪れて宿泊している。 忠春温泉は1939年の創業。赤木温泉よりも約2キロメートル下流に位置し、標高は約7 0 0ル。荒戸川に架か,かる朝日の滝を軽物としている。2018年現在、営業中の宿泊施設は1軒。忠春の名は、逃亡中の国定ただ春がこの地域に隠れ住んだことに由来するという。源泉は摂氏38度。 扇室は、下記の通り。滝沢温泉は、1895年の創業。ただ春温泉から400メートルほど東にあり、春川沿いに位置している。古くは、鉄鋼泉とされていた。温泉法に基づく扇室は、下記の通り。赤木高原は、標高430メートルほどに位置している。国道353号に面し、宿が1軒ある。 1979年観光の群馬県百科辞典では、滝沢温泉は休業中で赤城温泉郷を赤城温泉と忠春温泉の総称としている。現地の赤城温泉観光協同組合の公式サイトではこれに滝沢温泉を加え、宿5軒の総称としている。1979年観光の群馬県百科辞典では、宿4軒。 赤城温泉観光協同組合の公式サイトでは、伏流水となった雨水が50年を経て自然流出するとしている。ただ春温泉に近いカ川は赤城山の山頂カルデラの河口湖である大沼から流出する川である。その上流部には赤城山中では最大となる落差50メートルの不動の滝があり、その傍らには溶血業海岸の洞窟がある。 この洞窟は内部の広さが15畳ほどあり、国定ただ春が隠れ住んだと伝えられている。1940年観光の温泉案内によれば、海抜790メートルに位置しており、湯の沢温泉からは徒歩で約50分。ありがとうございます。